さあそれでは小原さんいかがでしょう何でしたっけバカなんですか <laughs> バカって注目してほしいところが初日にバカっていやそれバカなんですかって思うでしょ、ね、えだって質問忘れてんだから今,いや今,今ちょっと聞き入ってしまってあなんだったらもう3年4年ぐらいこのメンバーで続けているので確かに去年もなんだったらクリスマスはかぐやメンバーで過ごしているんですよラジオの収録のそうか,そうか,そうかだからあ中の人としても思い出がすごく濃くなっているなって思ったら、うん、振られる内容を忘れてしまいましてあすいません急に。 バカとか言って申し訳ないです。<laughs> すいません。いや内容としてはそうですね。うん,うーん見どころたくさんありすぎて、ただでもやっぱ3期まで駆け抜けてきたからこその、うん、あの役者がここまでキャラを引き立てられるんだぞっていうなんか本気度が、うんうん、この数十分の中にギュって詰まっているなって、うん、もちろんあのメインはこの。 2人かぐやと会長のお話ではあるんですけど、はい、でも、その他のメンバーも大事だよねっていう、うん、ちゃんとそういうところも書いてくださるところがもう、まあ、絶妙になっていてさすが赤坂先生だなって、うん、こう改めて見終わった時にあ赤坂先生ってすごいんだなって思えるっていうところがポイントななのかっって思いましたえとそうです、ね、あの皆さんがあのおっしゃってくださったところも本当にもうあの見どころだと思いますし。はい ぜひ見ていいたただきたいポイントではポイントでございますそしてそうですね、あのー、今回のこの特別上映ではうんなんか幸せの価値観というか、はい、そういうものがすごくこう「あこれもありだよね」とか、うんあのー、キラキラしたものだけが あの幸せじゃないというかそれだけじゃなくて日常にもいっぱいあふれてるんだよっていうのをすごく教えてもらえるようなところもあったりするなと思いましてなのでなんかそういうなんかこう日々生きていたりするとこう。 忙しいっぱいいっぱいになってしまったりすることとかってあると思うんですけど、はい、そういう時ってなかなかそういうその日常にある小さな幸せとかをこう取り逃してしまうというか、うん、あ,のあるはずなのにあの見失ってしまうこととかってたくさんあるかもしれないんですけどこの,あの特別上映を見て改めてこうふとあの自分の なんだろ今まで過ごしている何気ない日常とかでもなんか小さな幸せを見つけていただけるところがあるんじゃないかなと思いました。